方がお車の様子があった3人とわざわざ俺3人見てるかな。3人取り行くわってか。じゃあそれにかまけてファームするわ。ファームしてるわ。俺この3人で、ああ、やばや。全部北上、北、南名城。南名城。南名城から見えないように車隠した方がいいかも。そうね。ちょ、この真ん中ぶち込もうかな。コンテナいんのか。海岸いた？いや、いなかったと思うけどね。南名城しか俺見えなかったよ。てかそっちしか見てなかった。ずっと見てた。AK の最後リロード終わる時の右側を一回引っ張るんですけど、この動作めっちゃタクストある。俺のこのピンのとこに行くか。タクスト持ってる。っていうかサブマシンガンとかないわって思ったら一気に出てきた。ああ、AK と M4 出てきた。持っとくか一応俺は。いらなくなりそうかでも。何が？隠すと？将来的にはってやつ？あ、俺持ってる。大丈夫。いや、わかんない。将来的にはわかんない。一応持っとくよ、まだ余裕あるから。あったらさ、俺んとこ16ある。ゴゴロ使ってない俺。ん？死刑ぞ。いる。俺の近くいる。で、シャカ君カバー行くわ。ハーピンぐらいかな。パリーンオンした。オッケー。らっしゃせのせい回った。確認した。ここあいつに 見られないようにしてほしい。多分こっち来る。あれ来ねえぞ。あ、音でバレちゃったかも。オッケー。俺の正面からジャリオン聞こえるわ。ピンの小屋から動いてない。うん、多分こもってる。殺して移動するかも。ニヘルの女キャラ、黄色いハッピー。オッケー。あ、いるわ俺の目は。これ俺が撃たれてるのか。ハウルか。オッケー。あ、いいよ。俺3輪乗っけてくから。いや、3輪乗っけてく。向かってるから多分食が3輪乗った方がいいと思う。これでもこれ渡れんのかな。俺は渡れたな。車ででしょ。いや、あ、いいよ。俺3輪拾ってくる。サンキュー。レイノルズ・ツイッツさん10ドル購読継続4ヶ月目ありがとうございます。小太郎さん購読ありがとうございます。これが分けれるよ。180持ってる。完成。5ミリはそこそこあるから少しでいいよ。ミリだけど。あ、5ミリ持ってないってやる。何回復系33。あ、なになになに。お前絶対俺の。さすがにね。お前俺の音量して持ってるだろ。おい。だってマジででっけえ声出した時本当うるせえんだよ。マジでうるさいんだよ。さっきのやつとかとんでもなかったからな。とんでもなかったから。さっきなんかあった？いやなんか腹減ったっていう前にめちゃくちゃ規制上げたやつ。そうそうそう。あれマジでだ、あの時にきょうちゃんのところから避難してきましたって人一人いたもんどういうことっつって一回ちょっと周りぐるっと回るよ。 OK。 開いてないな。この間のスクリームの時はここで死んだからな。開いてないなっつってぐるって回っていねえなっつってスッて止めてスッて降りたらいきなり影からちょうどきょうちゃんと全く同じ場所に止めた。今ここに止めたわ。おーイエー。あ、これどこがいいんだ。止める道路側にだけ映るようにしとけばパンクされない。まあしづらい。あ、このドビン君が止めた位置めっちゃいいね。あ、車角7ミリ上げるわさっき。あ、下に落としてね。落としね。いや。あ、だす。飛ば落とした。誰か欲しかったらどうぞ。ドビン君上に45発あったわ。30発残しといた。俺も欲しい7ミリ、90発しかない。ああ、じゃあ、きょうちゃん拾っちゃっていいよ。俺メイン5ミリだから。嘘ついたわ、60発しかない。おお、通行料高く。通行。俺が払うの通行料、意味わからない。その30発俺もらうわっていうか。あ、オッケー、オッケー。中の当番欲しいんだけど、どこだ？こっちか。そっちの1階？一回投げてやる。ラシャセー、ラシャセー。ラシャセーのせい。さすがにもう AK 何もついてるね。斜めからグリップない？グリップないな、俺も。グンピーじゃなくて。あれ裸になるパブGクラッシュした。おー、いいね。いいね。ロビンはデトネーターの時はニコロビンでやってる。入りたての頃はね。え、ここロビンだったっけ？ずっとロビンだよ。あ、嘘。もうニコロビンのイメージしかないよ。まあ、実際にワンピース出てたからな。あ、そうね。知り合った時が、うん。ニコロビンだった。NES ロビーでね。戦車護衛してたんだよ、キヨちゃんが。違う、うん、護衛。戦車進めてたのかな。あんま。水の目スタンプやばいっしょ。あれもグリッパー持ってないの？あ、持ってない。誰かチクパと SR 角間がいる？俺スクリームさ、クラッチくんとロビンくんとキョウちゃんの間で集まれたら明日もやりたいねっていう話はしたけど、俺やるとは言ってないからね。一言もやるとは言ってないはず。俺言ったっけ？俺の記憶がおかしいだけ。すぐ俺のボリューム絞るし。そうだ。いや、もう今回はかたくなに決心した。もう二度と上げないってかたくなに決心した。いや、ごめんって。いや、でも聞こえてるよ、今は。今普通に聞こえてる。戻して、シャカ。いやいや、もうめっちゃ普通に聞こえてる。本当？うん、めっちゃ車乗ってる時ぐらいから。声上げなくていい。上げなくて大丈夫。あ、もう上げてもいいよ、今なら。今なら大丈夫。うん。どんなに上げても大丈夫。今俺出力を一番下にしてるけど、ディスコをマックスにする？ああ、いやだって、ああいいよ、じゃあ今さらに4分の1ぐらいにしてから大丈夫。レッドゾーン来てるから何言ってるか全然わからない。さすが戻す。はいはい。とんでもね、とんでもね、悪口言われてたよ、今。マジで。うんうん、バカ死ねっつって言われてて。ピンに物資落ちたよ、ちなみに。いや、でも俺、アバの時からそうなんだけど、結構 VC 大きめだからな、基本、デフォルトが。打ち合ってる時に合わせてるから。アバはもうおかしいよ、あれ爆弾みたいなの全部銃声うるせえ。パブ G でも銃撃ってる時は聞こえるようにしてる、全員。銃撃ってる時に普通の声が聞こえるぐらいにしてる。あ、じゃあ車乗ってる時に話しても何言ってるか聞こえるんだ。まあ人によるけどね。時々なんかその車乗ってる時って体勢立て直しながら喋ってる人とかいたら聞こえないけど。はい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 。なんかさ、離れたプレイヤーの銃声のなんちゃらを適用ってやつ外したらめっちゃちっちゃくなんじゃないの？え？離れた銃声のプレイヤーを適用。そのサウンドのとこにあるやつ。これを適用外したらみんな入ってるから多分小さくなると思う。え？何が小さくなるんだ？離れたプレイヤー。え？マジ？ちょっと一回撃っていい？ダメか。離れたプレイヤーの銃声の HRTF ってなんだろう？何の略だ？これチェック外した方がいいんだ、じゃあ。らしいよ。わかんない。外した方が小さくなるだけ。俺は別に、まあ、じゃあ別にいいや。ノーマに入れて。AIXIE さん、購読ありがとうございます。寄らねえかな。そうだから、申し訳ない。申し訳ないけど。これ冗談抜きで、耳の、左の耳側が耳の耳から、両方から、いきなり、針が、スーンってこう脳みそ突き刺すみたいな音なんだよ。叫ばれると。だから申し訳ないけど、この音量でやらしてほしい。本番はちょっと大きくする。本番はね。あ、ちなみにこれミュートで喋ってるよ。視聴者に。オッケー！ギーバーだね。うん、向こう行った。山登ってた。ギーバーが。わかんない。そこまで聞いてない。あ、登ってた。目視した。俺あんま弾ないから、結構あるけど、割と寄せつけてから戦おうと思います。どう思い？はい。どう思います？7ミリ？いや、7ミリは結構もらったから。あんまりなんか遠くからやってるから、至るとこから車壊されそうだ。これ壊されたら結構きつくない？きちゅい。あれ、向こうのうちをわずまんだ。あ、壊れた。どれが壊れた？いや、道路に湧いてる普通の技が。そうだから俺アバやってる時はめちゃくちゃ難聴だった。あれこれアジアサーバーか。そうだよ。めちゃくちゃに難聴だった。だから減るの早いんか。もうとんでもねえ音量でやってたから。ゲーム音爆を VC 爆音でやってたから。本当にって。何回もバイトで聞き直したら高校生ぐらいの時、すいません、もう一回いいですか？あの名前に DFM 絶対入れないね。かっこ悪い、かっこ悪いよ。これさ、ロビンか車かどっちか後ろ見れない？これキーピング俺いいよ。見てあげようか。あんなしゃす。キーピン見るんだったら別にこの家じゃなくても。これか。カバーしやすいし。一番サイレントで入ってきやすそうじゃない？キーピング側の方が、こっち側。あ、そうね。閉まるけど、なんか。おう。キーピング側だね。キーピング側だ。やったぜ。青い建物まで引きつけたくないから、ちょっと。どこだ、青い建物。俺の目の前にあるさ、平屋。そこ入ると。うん。その前にもうアクション始めちゃうね。来たら。今初めて知ったけど ADS とかするとチームメンバーの名前薄くなるんだな。初めて知った。え？めっちゃ濃い。薄くなってる。うん。小さくはなるけど。あ、なる。なるでしょ。名前のとこが白からグレーになるよ。そう。名前のところが白からグレー。通常、パッと覗くと、投資される。右クリック、長押し状態で連打してみ、こっち向いて。長押し、やめて、長押しって言ってみ。めちゃくちゃ名前チカチカしてる。名前ずっと緑色だけど、釈迦君の緑、名前が緑、うん、俺多分あれだよ、色覚調整っていうの、あ3型2色型な、よくそれでピンの色分かるね。え、ああ、まあパルスの色が緑だからなんか目にいいからさ。あ、そうじゃなくて味方の報告のピンと色が違うでしょ。きょうちゃんキーピンでしょ。ああ、俺オレンジピンでしょ。うん、釈迦君は青ピンだよね。そうそう、なんかね、これね、ある時から統一されたっぽいんだよね。へえ、そんなことない、もしかして俺適当言った今。いや知らないけど、なんかね、1型とか、ああ、んエリアコート、うん、ああ、やっぱ統一されてるわ。前までなんか紫とかいろんな色あったんだけど、これパルスと一緒に移動、ああ、組んでいいんじゃないかな。もうパルス進み始めてからでいいんじゃん。あそこのちっちゃいの35にあるところ、なんか人に見えるわ。木の根元にあるなんか黒いやつ。ニョキニョキニョキ。ニョキニョキニョニョキニョキニョ。あるねわ。あび、俺こっち乗るわ。はいよ。屋根なし侍だから。ああ、不安だよな。でもね、これ気づいたんだけど、このリーンしたまま座席移動するとちょっとね、避けれそうな気する。やばくないこれ。この前気づいたの。家から撃たれてたのかな。絶対ヘッドはずらせんだよな、でも。ずらさそうだな。うん。なぜ自分狙ってるやつ何人がそんな頭にあっ。ナイス停車。後ろから、ダチア。245、UAZ。ヘッド抜かれたんだけど。いけないのこれで。抜かれたのは多分80。やーべー。あー、なるほど。大丈夫か上だね。ああ、見つけたわ。115、木の根元いるわ。2人いる、105。ナイスワタル。なんか横にも止まってる。やべ。一回シェルターの中入る。オッケー。ドラミンこれちょっと動かすよ。入らなくていいよ。さっきのワズのやつもカー持ってこっち打ってきてる。S190。オッケー。この辺かな。俺も見つけた今それ。ね、家のやつも外れたからし、その S 側のやつも外れてるから。こっちもこっち来るか。うわ、目の前の補給物資をしてきたんだけど。イエーイ。あ、今これで車線を切るってこと。オッケー。木がないんだよな。ちょっとね、200方向のやつ移動してたよ。こっち側の方に詰めてる。小屋周りから移動してる。小屋から左にずれてる。左回りで車が2台こっちに来る。了解。俺たちが来たルートと同じ。パルスの中に乗ってる。パルスの中前通るよ。いいよ。二輪パンクした。バギー止まった？バギー止まってた。家のやつらどこ行った？あ、いる、もう下にいる、下にいる。10、15。木の裏、バギーが止まってる。オッケーオッケー。見つけたわ。バギーの木にいる。だから左、真下やばそう。一回ちょっとクリアリングする。うわ、上側になったし。おう。あのバギーのやつ気絶してない？いんのか。あ、めっちゃパラスケもいる。30のあの倉庫のところ取ったはず。もう取ったはずで、正面敵いる。釈迦君のめっちゃ広い。いや3発入れた、3発入れた。そこの木のやつ食いて、バギーの裏今撃ってきてるやつ。あ、それの味方が北側にいる。あの岩の左。そのまま。きょうちゃんメット行かせよこいつ。頼むわ。いった。後ろいる。伏せてる。まだ死んでないからね。死んだわ。近いところまで来てるかもこれ。3ヘルのやつだった。え、痛いんだけどさっきから。また目届けたし。その目届っていいよ。抜かれたし、それ。俺多分それ起こせねえな。起こせないと思う。中方向、ダチュアの周りに2人、ダチュアの周りに1人と、あと70に1人。ダチュアのところのと、それより進行方向。これが7ミリ100発くらいで応急1個しかない。俺としたら。へー、キャプテンアメリカ。チッチー。はい、グッドンさん、セインありがとうございます。キッドチャパさん、継続9ヶ月目ありがとうございます。アドレナリンドバドバや。バラストさん100ビット。アサイラムさん100ビットありがとうございます。ダースさん1000ビットありがとうございます。ねえ、もしかして誰か鼻炎の人いる？俺が鼻炎。ありがとうございます。めちゃめちゃやばい今日。ちなーさん、むしろ風邪ひいた。1000ビット。ありがとうございます。じじ何 ?3 連休初日からちょっとはしゃぎすぎて。ペリカンさん、500ビットありがとうございます。強かばい。博多弁ですな、それは。